日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、という本日はこちら、セブンイレブンの商品5品を食べていきたいと思います。ちょっと画面に入って聞き入れてないか。こちらセブンイレブンの商品5品を食べていきたいと思います。まずこちら、サバの一夜干し幕の内。ちょっとフィルムめくっちゃったんですけど、黒麻油香るニンニク醤油ラキラーメン、もももももサンド、マンゴー杏仁豆腐、五目チャーハン。まあ中には前に食べたことないような商品も入っていそうな気もしましたが、まあ、ではまずはこちらのコンビニでは珍しい、コンビニでなくても珍しいか、焼きラーメンから食べてきたと思います。焼きラーメンってなんか想像はできるんですけど、なんかありそうでないんですよね。なんでなんだろう。では今回もいい気分にしてもらえるのかな。チャンネル登録よろしくお願いします。どれが一番気に入ったかな。珍しい焼きラーメンか、それとも健康的な幕の内弁当か、あるいはやっぱりスイーツか。そうですね、どれも気に入ったといえば気に入ったんですけど、やっぱり自分はと思ったけど、意外とじゅわっと広がってくる味や旨味も本当に、いや味と旨味は一緒か、捨てがたい、いい気分にさせてくれるんだけど選ぶの悩むな。だけどどこかで選ばないといけないんですよね、これは。だから選ぶとしたらやっぱりこれが一番美味しいかな。いやそれよりも、どれを選ぼうかなといろいろ悩んでますけど、最終的に決めるのはやっぱりこれですね。ごちそうさまでした。最初に食べた黒麻油焦がしニンニク香る黒麻油豚骨焼きなんで、ちょっと名前間違えてました。わー、本当に黒麻油のピリピリとした刺激とニンニクのコクが口の中でふわっと旨味を広げてくれて美味しかったです。ラーメンなので麺が太めで、焼きそばやうどんとはまた違ったもっちり食感が味わえました。なのであなたが辛いものがお好きであれば食べてほしいですね。続いてこちらのサバの一夜干し幕の内は、本当に表題に入っているサバが噛んだ瞬間にじゅわっと旨味を口の中に広げてきました。かなりサバの味が強くて、お魚が好きなのであれば美味しく食べられると思います。次に食べたのはちょっと待って、こちらの五目チャーハンですね。お米を噛んだ瞬間に中華の旨味が、なんか旨味ばっかりいってます。口の中でふわっと広がってきて、ところどころに入っているエビや卵、チャーシューなどの具材の食感もコリプリッとしていて美味しかったです。もっと大きなサイズで、今度そこなんだ、どんぶりサイズで食べてみたくなるようなチャーハンかな。はい、次はこちらのもも桃サンド。白桃と黄桃2種類がありますが、黄桃は少し柔らかめでちょっと潰れやすいのがネックですね。一方白桃はしっかりと形が整っているので歯ごたえを感じられて美味しかったです。結構甘めで、 あなたが甘いサンドイッチがお好きなのであれば食べてもらいたいですね。最後に食べたこちらのマンゴー杏仁大福、本当に口の中で噛んだ瞬間にマンゴーの甘さと杏仁豆腐のさっぱりとしたクリームが口の中に広がってきて、もちっとした大福とともに口の中を楽しくしてくれました。杏仁と聞くとやっぱり杏仁豆腐のイメージがありますが、こういう楽しみ方もあるんですね、とまた違った一面を見せてくれましたね。というわけで今日は最後にあるマンゴー杏仁大福が、マンゴーの甘さと杏仁の新たな一面を見せてくれて一番新しく感じたので、こちら代表として5点ですね。はい、それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。
本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。